日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は文法についてスペシャルエディションはい、皆さんこんにちは日本語コンテペイの時間ですね今日もですね、20分ぐらいの間できるだけ自然な日本語をですね皆さんに聞いてもらいたいと 持ってこれを取っているんですが、今日は少しですね、スペシャルエディションとしてちょっとね試してみたいことをやってみたいと思います。試したみたいことをやってみたい。試し何かねちょっとね新しいことをちょっとやってみたいと思います。ね、皆さん元気ですか？今日も、えー、どこにどこでこれを聞いてくれていますか？うん。 例えばですね、ちょっと文法についてと話しましたけど、文法、文法書ってどう思いますか、皆さん、ね。文法書、えー。教科書ですね、教科書。まあ、教科書はね、えー、まあ、まあ、いいものもあります。なまあまあ、教科書もそれはそれでいいです。<laughs> 教科書もそれはそれでいいですが、せっかくですね、ポッドキャストという手がある、ね、ポッドキャストという方法があるから、 あの聞いているだけでね聞いているだけで少し文法の復習ととかかでできたらいいいなな思わないですか皆さんがですね例えば中級中級レベルと仮定しますとね仮定というのはまあもし中級レベルぐらいだと考えるとねそういうふうに考えればねそういうふうに考えればまあ今から僕がねやることは大体あのまあ復習になると思いますね復習になる。 復習したいと思わないですか少しね、これ聞くだけで文法の復習になるっていいと思うないですかうん。まあ、あとで説明しますね。もう先にやりますね。僕の座右の銘。座右の銘というのは、あの、まあ、ポリシーみたいなもんですね。ポリシーみたいなもの。Just do it です。もう、Just do it。もうや、やればいいんです。やれば。ね。か、考えついたことはもうすぐにやる。ね。やって、後で考える。ね。Just do it。そして、まあ、 ですよもう言ってみれば。後で考える。ね。後で考えればいいんですよ。やる。まずはやる。ということで、ちょっとやってみますね。何々、何々して、何々してとか、そういうことを、何々、何々ね、何々。文法の、文法を勉強するときに、この何々して、何々するとかね、何々が、何々で、何々がとかね、これよく聞いたことがあると思いますね。何々して、何々する。例えば、 何々して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 ,ね何々して例えば何々して例えば新宿に行って新宿に行ってえ今日は朝,朝,朝から天気が天気がね朝から天気が良かったから今日は電車に乗って新宿に行ってそしてヨドバシカメラに行ってヨドバシカメラでテレビを見て テレビを見てテレビを買ってテレビを見てテレビを買ってテレビを買ってそして携帯電話も買ってスマートフォン買って iPhone 買ってでその後 iPhone 買って iPhone 買ってヨドバシカメラでヨドバシカメラで iPhone 買ってテレビを買ってその後ランチに行ってランチはタイレストランに行ってタイレストランで。 えー、タイレストランでグリーンカレーを食べてグリーンカレーを食べてそしてその後グリーンカレーを食べてその後三越に行って三越デパートメントストアね三越デパートに行って三越デパートで洋服を見て、えー、T シャツを買ってその後ジーパンを買って、ね、ジーンズを買ってジーパンを買ってその後トイレに行って用を足して、ね、用を足すというのはおしっこをして。 えー、そしてトイレの後に、えー、トイレの後に喫茶店に入って、ね、喫茶店という日本のカフェですねに喫茶店に入ってコーヒーを飲んでそして何したかなコーヒーを飲んでそして、えー、コーヒーを飲んでケーキを食べて、ね、ケーキを食べてそしてさっき買った iPhone で友達に電話をして友達の友やに電話をして。 友や仕,事終わ仕事が終わったらさあの仕事が終わったら下北沢に飲みに行こうよって言って下北沢に倫也と飲みに行ってそしてまあ終電で帰った終電ね一番最後の電車で帰ったねてててね何々して何々して何々してね何々してそして何々したこういうねいい文法ですね何々して何々してねね。 ねえ、ね、何何したら何何したら何何になるから何何したら何何したら何たら何,ら何,ら何になるからそれで何何何何そうや何々したら何何々、yeah、例えば何何だ,だ例えば好きな子がいたら好きな子がいたらなどうしたい好きな子がいたらどうしたいもし好きな子がいたらどうしたいねもしもし好きな子がいたらもし好きな女の子がいたら僕がもし好きな女の子がいたら。 僕がもし好きな女の子がいたらデートに誘いたい。ね。僕がもし好きな女の子がいたらデートに誘いたい。僕にもし好きな女の子がいたらデートに誘いたい。ね。僕にもし好きな女の子がいたらえ原宿に行きたい。ね。原宿に行きたい。ね。僕にも好きな子がいたら原宿にデートに行きたい。ね。初デートは原宿にしたい。原宿に行きたい。ね。 もし僕にもし好きな子がいたら原宿に行ってそしてクレープを食べたい、ね、クレープを食べたい <laughs> ちょっと子供みたいですけどねちょっと若すぎるけど、まあ、クレープを食べたいクレ,ープクレープが食べたいそしてクレープを食べてそしてたこ焼きを食べたいもし僕に好きな子がいたら初デートで初デートでは原宿に行ってクレープを食べて。 クレープを食べてたこ焼き,こ焼きも食べたい、ね。そしてシェイキーズに行って食べ放題を食べたい。シェイキーズに行って食べ放題。もう子供ですね。ちょっと子供すぎる。ねそしてまあまあまあ今にしよう。もし今の僕が好きな人ができたらね僕,僕がもし,もし僕が独身でもし僕が結婚していなくてもし僕に子供がいなくてね。 もし僕に子供がいなくて結婚もしていなくて僕が独身だったらねシングルだったら僕はねで好きな子ができたらもしそんな僕に好きな子ができたら好きな人ができたらね子じゃないもう,もう子供じゃないもう,もう大人ですから好きな人ができたらどこに行きたいどこに行こうかなえ表参道に行きたいね表参道に行っておしゃれなイタリアンレストランおしゃれなイタリアンレストランで えー、ディナーコースを頼んでちょっと高いけどねちょっと高いけどまあいいねで、えー、おしゃれなおしゃれなおしゃれなイタリアンでワインを飲みながら、えー、その好きな人と話をしたいいろいろな好きな話をしたいねいろいろなことを話したい、ね、例えば仕事の話とかね例えば生徒さんの話とか。 例えばレッスンの話、そん,いやそんなことは話さないですよ。そんなことは、ね、今のは嘘ですよ。そんなことは話さない。僕がもしね、今、今も、もし、もし、今僕が独身だったら、えー、そんなデートはしない。僕がもし、独身だったら、もっとね、イタリアンレストランでもっとね、もっとロマンチックな話をする、ね。ロマンチックな話をしたい。例えば、例えばロマンチックな話、例えば宇宙の話とかね、宇宙の話とか。 例え,ば例えば宇宙の話とかエジプトのピラミッドの秘密とか、ね、マチュピチュの話とかちょっとねロマンチックな話をしたいですね。いやだそんなやそんな,やそ,んなそんなデート嫌だそんなデート嫌ですね。確かにね、はい、でもしないなだったらないないね。もし僕がお金持ちだったらどうしたいもしし僕がお金持ちだったらどうしようよ ね、もしお金持ちだったらやっぱり家を買いたいね家を買いたいどこに家を買いたいやっぱり東京がいい東京に家を買いたい東京に家を買いたい東京のどこに家を買いたい東京のね吉祥寺に家を買いたい、ね、東京の吉祥寺に家を買いたい大きな家を買いたいでもそんなに大きくなくてもいいそんなに大きくなくてもいいどれぐらいかなまあ1階建て2階建て二階建てがいい2階建て階と二階1階と2階,、ね、階,と2階そこには まあソファーがあって、ね、リビングにはソファーがあって、IKEA のソファーじゃないですよ。IKEA のソファーじゃない。IKEA のソファーじゃないですよ。もっといいソファー、ね。もっといいソファー。もう少し高級なソファーを置いて、テレビを置いて、ね。テレビはそんなに大きくなくてもいい。ヨドバシカメラに言ってるぐらいの、ね、テレビで大丈夫ですよ。テレビヨドバシカメラ、いろいろなテレビありますけど、テレビを置いて、そしてそこでネットフリックスとか見て、全然、全然あの普通,然普通、ね。リッチじゃない。 全然普通でもお金があったらそういう普通の,普通の生活でいいでも自分の家を買いたい僕,僕はもしお金があったら家をお金持ちだったら家を,家を買いたい,、ね家を買い,たいうん、そして、まあ、フェラーリとかいらない、ね、そんなのはいらない、ね、普通に、えー、ミニでいいミニクーパーを買いたい、ね、ミニクーパーを買ってそこで、えー、妻と子供とと、ね、生活をしたいレッスンは続きますよ日本語コンテッペイも,、ね、も続けたい。 ね、もしももしお金が僕もし僕がお金持ちだったとしてもねだったとしても日本語コンテッペイは続きますもし僕がお金持ちだったとしても哀悼期でのレッスンは続きますもしお僕がお金持ちだったとしてもだったとしてもフェラーリはいらないもし僕がお金持ちだったとしても、えー、だったとしても うん生活は変わらない、ね。生活はそんなに変わらない。もし僕がお金持ちだったとしても、えー、ドバイに住まない。もしお金持ち僕がお金持ちだったとしても、ハワイにコンドミニアムは買わない。もし僕がお金持ちだったとしても、ドナルド・トランプみたいにはならない。もし僕がお金持ちだったとしても、だったとしても家を2つはいらない、ね。2つはいらない。セカンドハウスはいらない。1つで大丈夫。 一つで大丈夫もし僕がお金持ちだったとしても六本木には住まないもし僕がお金持ちだったとしてもロサンゼルスには住まないもし僕がお金持ちだったとしてもアメリカには住まないもし僕がお金持ちだったとしてもニューヨークには住まないもし僕がお金持ちだったとしてもスペインには住まない <laughs> はいそんな感じね何々だったら何々何々だとしては何 ね、いろいろありますね。文法っていろいろありますね。ちなみに僕は今教科書を見てないです。教科書を見てない。ね、僕は今考えて話しています。これが大事。だからこう流れができるんですね。流れができる。うんえー、もしは終わったな。もしは終わった。うんもしえー、本当に本当になんとかだったら何とかですよ。本当に何とかだったら何とかですよ。本当に何とか。例えば本当に本当に。 本当に好きなことがあれば、本当に好きなことがあれば、やるべきですよ。ね、本当に好きなことがあれば、やるべきですよ。本当に好きなことだったら、やるべきですよ。本当に好きな人だったら、あ、本当に好きな人がいれば、本当に好きな人があればいれば、人生は楽しいですよ。本当に好きな人がいれば、人生は楽しいですよ。本当に好きな仕事があできてれば、ね、本当に好きな仕事をできてれば、人生は楽しいですよ。 ね、仕事は大事です。仕事は大事です。本当に、もしあなたが、もしあなたが本当に好きな仕事をできていれば、人生は楽しいですよ。うんうんうん、いいね、いいね、いいね。<laughs> いい文法、ね。本当に、本当に何々だったら何々ですよ。ね、本当に、例えば、本当に、えー、日本語がうまかった、ね、日本当に日本語がうまくしゃべれれば、 もっと楽しいですよ。もっと楽しい。本当に日本語がもう少しうまくなればなれればね、なればもっともっといろいろなチャンスがありますよ。本当にもしね、もしね、もし本当に日本語がね、もう少しうまければ、もっとね、日本人の友達ができますよ。絶対そうですよ。ね、本当に何々だったら、何々ですよ。絶対そうですよ、ね。これはね、これはね、説明したくない。 文法はね、説明するもんじゃない。感じるもんです。文法はこうやって何度も何度も何度も聞いて、感じるもの。ね。これが大事。これが大事です。これが大事。何が大事これが大事。あれが大事。それも大事。あれが大事。それが大事。ね。それも大事。何が大事分からない。何が大事かな何が大事か。何が大事か分からない。ね。何が大事かわからない。何が大事ですか皆さん何が大事お金が大事友達が大事それとも家族が大事それとも何何が大事 何が大事ねえ何何,何教えて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 何が大事何が大事僕はね何が大事僕にとってはね僕にとっては何々にとっては誰々にとっては何々が大事誰僕にとっては,僕に,っては僕にとってはやっぱり家族が大事僕にとってはやっぱりやっぱりねやっぱり何々が大事やっぱり何が大事ねやっぱり僕にとってはやっぱり家族が大事ねいろいろ大事だけどいろいろ大事だけど 例えばお金も大事お金は大事ですよお金は大事仕事も大事仕事は大事ですよ仕事は大事仕事は大事友達は大事友達は大事ですよ友達は大事友達は大事あとは何日本も大事ですよ国も大事ですね大事ですよ大事ですよスペインも大事ですよ奥さんの国ですからねスペインも大事ですよ世界も大事です世界平和世界の平和は大事ですよ大事大事大事全部大事でもねやっぱり家族が大事 ね、家族が一番、ね、家族が大事子供僕の子供は僕にとって大事ですよ僕にとって僕の子供はやっぱり一番大事、ね、僕にとって妻も大事奥さんも大事ですよ奥さんと子供ねこれは大事僕にとって大事ねで例えばね 日本人にとって、日本人にとってね、日本人にとってお風呂は大事ですね。お風呂は大事。日本人にとってお風呂は大事ですよ。お風呂はね、やっぱり大事なんですね。シャワーだけじゃだめ。お風呂に入る。お風呂に浸かる。これが大事、ね。シャワーは、シャワーもいいけど、シャワーもいいけど、やっぱお風呂は大事。日本人にとってお風呂は大事。 ね、日本人にとってお風呂は大事ですよスペイン人にとってスペイン人にとってね太陽は大事太陽ね太陽サンシャインね酸酸の日,日の光 これは大事スペイン人にとってね太陽は大事ですよ太陽は本当に大事ねスペイン人にとって太陽は大事うんうんうんアメリカ人にとって何大事アメリカ人にとって大事なもの何かありますかアメリカ人にとってスターバックスが大事アメリカ人にとってはスターバックスが大事アメリカ人にとってスターバックス大事ですねアメリカ人にとってスターバックスは大事ですね アメリカ人にとってあと何が大事アメリカ人にとって大事なもの何かあります、ね、えベースボール、ベー,ール <laughs> ベースボール、アメリカ人にとってベースボールは大事。アメリカ人にとってベースボールは大事。アメリカ人にとってフットボールも大事ね。アメリカンフットボール。アメリカ人にとってフットボール大事、ね。アメリカ人にとってエンターテインメントは大事。ハリウッド映画、映画は大事。映画は大事。アメリカ人にとって平和。へへ映画は大事。すごい大事。うん 何がある何がある？あとイギリス人にとってイギリス人にとってねティーは大事イギリス人にとってねミルクティーは大事イギリス人にとってねミルクティーは大事また今ミルクティーは大事本当に大事ミルクティーは大事本当に大事ねイギリス人にとってインド人にとってインド人にとってねスパイスは大事カレーねカレーにスパイス使いますかねスパイス大事ですよスパイスは大事チャイも大事チャイも大事ね家族も大事 これは本当に有名なんだしねインド人にとって家族は大事。えー、っと何々にとって何々は何何大事ね何,にとって、うん、何々にもかかわらずこれもよく使う何々にもかかわらず、ね、何々にもかかわらず今日は雨にもかかわらず、ね、今日は雨にもかかわらず、えー、今日は雨にもかかわらず雨にもかかわらず えー、町,町には、ね、人がたくさんいた。今日は雨にもかかわらずね、観光客はね、桜田ファミリアに並んでいた。今日は雨にもかかわらず、ね、今日は何々にもかかわらずね、僕の子供僕の子供は3歳にもかかわらず、よく話すんですよね、僕の子供は3歳にもかかわらず、本当に、本当によくしゃべる、本当によくしゃべる。ね えー、僕,僕はね僕,僕逆に僕は大人にもかかわらず僕は37歳にもかかわらず子供みたいなんですね僕は37歳にもかかわらずあの子供みたいなね、えー、子供みたいにね僕は37歳にもかかわらず37歳にもかかわらず 靴の紐が結べないんですね。靴の紐を結ぶねことができない。僕は37歳にもかかわらず、靴の紐を結ぶことができる。これ信じられます。これ、本当の話、これはね信じられますか？本当の話ね、えー。これ。僕は37歳にもかかわらずまだね。靴の紐が結べないんですよね。<laughs> はい。今日どうでした？これ疲れました。はい、疲れますね。僕も疲れます。<laughs> 僕も疲れます。 でも、ね、文,法文法をね勉強するにはこの、ね、やり方はいいと思いますよ。どうですか文法の勉強そしてねボキャブラリの勉強にもなりますね。はっきり言って現実社会ではこんな話し方をしてくれる人はいないです。いないなだから日本語コンテンペでね今日は試してみました。ねどうですか勉強になりましたかね いろいろな研になりましたでしょうか少しね僕は疲れました疲れたけど疲れたけどねもしこれが皆さんの少しでもね皆さんの役に立てればそれでよかったなと思って話してやってみましたね何々だったら何々だから何々でねあとね今日は少し今日はですね少しスピードが速かったかもしれないでもこういう時もあっていいですねこれも大事ねたまには早くてもいい それでね速さになれるこれも大事ですから何々だったら何々で何々だからな何々がな何々だったら何これ日本語のねイントネーション何々で何々だったら何々で何々で何々して何々してこれやってみてくださいやってみてくださいこれ終わったらこれ終わったらねまず皆さんがもしお金持ちだったら何したいね何したいもしね僕はお金持ちだったらねハワイに行って ね、ハワイに行って何したいハワイに行ってハワイに行ってゆっくりしたい。ね、もしお金お金ももういろいろ考えていろいろ考えていろいろ言ってくださいもういろいろ言うこれが大事たくさん話すたくさん独り言独り言です独り言のパワー独り、ね、言僕は独り言で独り、えー、言のように皆さんに、ね、今日は日本語を教えてみました独り言独り言1、ね、人で話すように皆さんに文法を教えてみました。 それではまた皆さんチャウチャウアスタルゴー。